はい、どうも北原です。今回の動画ですね、明日の5月4日にスターウォーズセレクトボックスが来ます。で、その中にパイロットルーク &R2D2 が布告していまして、今回の動画ではね、そのパイロットルーク &R2D2 のスキルレベル別でのコイン稼ぎについて解説します。はい、で、以前ね、2週間ぐらい前にも、パイロットルーク &R2D2 の動画を出したんですけど、そちらの方も、概要欄に URL 貼ってますので、よかったらね、ご視聴ください。はい、で、以前にも、解説しましたその3つのコツっていうのがあるんですけど、その3つのコツが、1個目が R2D2 のスキルが3分の2以下であればルークのスキルを発動してもいいってことと、2つ目がスキルの重ね掛けの際に第1位もしくはタイボムを狙うっていうのと、3つ目がスキルの重ね掛けの効果時間中は黄色いつもつないでひたすら大消去を狙ってボムキャンをする。で、この3つでした。はい、で、今回はそれにプラスロングチェーンのね、スキルレベル別での目安だったりとかね、あともっとねつなぎやすい効率よくつなげるためのコツとかもね解説します。はい、でちょっとねプレイしながらなんで止めたりするかもしれないんですけど、とりあえずね、さっき言いましたコツ1個目で言いました、このね、R2D2 が、3分の2以下であればルークのスキル発動するっていうのはこういう感じです。まあね、半分以下だったんで普通に使いました。で、R2D2 のスキルがね、溜まる直前であっても場面にね、ルークが結構ね溜まっている場合であればいいかなと思います。これ今ね、ちょっと失敗したんですけど、この時に今2倍ぐらいルークが溜まっていたら発動してもいいっていう、そういう感じですね。はい、で、このね、今スキル今から発動するんですけど、今これスキル4なんですけど、ちなみにスキル4であればロングチェーンの目安はね、上級者、中級者、初級者、全部3回でいいかなと思います。もしもね、上級者の方やったらもっとねうまくつなげる方だったら4回消しはできるかなと思います。はい、で、こんな感じでスキル重ね掛け時はこういう感じで消してもらって、で、次黄色い粒をロングチェーンでボムキャンでするって感じです。で、こんな感じですね。で、これで消してだいたいうまくいけば4回消せます。はい、だいたいスキル5あたりが消せるかなと思います。はい、で、ちょっとね先にね、解説するんですけど、スキル1から順番に言いますと、スキル1だと、上級者、が2回、中級者2回なんですけど、重ね掛けの時の、一瞬で消すやつ、まあ、重ね掛け消しがなしの場合だったら上級者だったら3回いいかなと思います。で、スキル2の場合やったら、上級者3回、中級者2回で、スキル3だと、上級者3回、中級者2回で、スキル4だと上級者3回で、中級者3回で、上手い方だったらもしかしたら、上級者4回狙えるかもしれません。はい、で、スキル5だとこちらもね、上級者、中級者、3回ずつになるんですけど、重ね掛け、消しなしの場合だったら上級者4回狙ってください。はい、うまくできる方だったら、重ね掛けありで4回いけるんですけど、最初は、なしで4回狙った方がいいかなと思います。はい、で、スキル6の場合ですと、重ね掛け消しありで上級者4回で、中級者3回っていう風な振り分けになってます。はい、まあ、慣れたらね、時間が余裕がある場合はもう普通に重ね掛け消しありで、まあ、その3回消し4回消し狙っていただくって感じになります。はい、で、大体消す時の、まあ、時間の目安なんですけど、1回 1.5 秒で第1が狙えるのであればスキル1でも3回消し可能になります。はい、でかなりちょっと難しいんですけど、1回目2回目、あ、3回目、あ、きついね、ちょっと詰まったね。はい、こんな感じですね。もう1回いけるかな。この場合だったらギリ使っていいかな。次うまく振ってきたら多分溜まると思うんですけど、ダメだね。はい、ちょっとねプレイしながらなんでかなりちょっと下手になってるんですけど、喋りながらなんで。はい、で、ロングチェーンする時のコツなんですけど、普通に、ツムが、落ちてきたらつなぐって感じでもいいです。で、もっと効率上げたい場合は落ちてくる途中からつないでおく、もしくは、ツム消した後に画面上部に残っている黄色いツムをつなげつつ落ちてくるとこをつなぐっていう感じにすれば、もっとね、消しやすくなるかなと思います。まあ、要するに落ちてくる前からつないでおくってことですね。はい、落ちてきてからつないでしまうとやっぱり、ロングチェーンする時間が長くなってしまうし、その落ちてくるまでの時間が無駄になってしまうので、まあ、そこはねちょっと、コツがいるかもしれないんで、ちょっとコツがいるというかだいぶいるんで難しいかもしれないんですけど、慣れればねかなり効率よくコイン稼ぎできることは可能です。これ1回目、これ残ったとこからにもつないでおく、こんな感じで。まあ、ちょっとうまくいかないな。黄色いツムがうまくね落ちてこないことが多くて、他のプレイしてる方を見るんですけど、なかなか第一に狙いづらいんですよね。
はい、まあ、でもスキルね2とか3でも上手い方だったらまんまいけるし、僕でもねスキル4だとね結構まんまいける方なので、まあ、上手くないければ、まあ、まんまい低スキルでもいけます。スキル3から中級者の方でもいける方やっていけるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、まあ、とりあえず、まあ、目安はそういう感じで、まあ、上手い方だったらもうスキル、1で重ね掛け、してプラス、3掛けしでいける方もいるの でもしもスキル1で5-4のみで万枚狙いたい方だったら、まあ、適当消しって言ったら、まあ、言ったらバレ消しなんですけど、あれも含めてになるんですけど、まあ、だいたい重ね掛け消し、重ね掛け消しありプラスロングチェーン3回でやらないとちょっと万枚狙いづらいので、もちろん万枚狙う方だったらそれ意識していただければいいかなと思います。でさっき言いましたロングチェーンからのボブキャンで落ちてくる前に繋いでおくっていうのも意識するとかなりやすいんで、よかったらねぜひね参考にしてください。はい、ということで以上で動画終わります。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。